かつて米子で最も賑やかだったのがこの商店街、本通り商店街です。そのシンボルともいえるアーケードが完全撤去に向けて動き出しました。米子市の中心部を貫く長い商店街、そのメインとなる通りが全長およそ430メートルの本通り商店街です。1972年、昭和47年に当時のお金で1億5000万円の巨費を投じて完成しました。すでに半世紀が経過し、寄る年並みには勝てず、老朽化によりその歴史についに終止符を打つこととなりました。地元商店街の人は、やっぱり寂しいですし、お客さんの方がなくなるとやっぱり雨とかね、雪とか風が強い時は大変なのでね、やっぱり出にくくなるけど、やっぱりあった方がいいなっておっしゃってますね。今回撤去されるのは四日市町、高野町、東倉吉町にかかる全長およそ295メートルの部分。今年6月に屋根部分が撤去され、現在は鉄骨の支柱や骨組みだけが残った状態です。築年数が経っておる関係で、少々落下物も増えてきておりまして、通行されるお客様にちょっとやっぱり安全がっていうところが不安になりまして、撤去しようという話になりました。一方で、アーケードが完全になくなることで新たな心配事も多くあるといいます。早速今週末雪が降るんじゃないかって言われると、早速雪かきしないといけない。年が若ければできますけども、それが一番。今まで屋根があった関係でね、この上の壁の材質が耐水じゃないの、内装用の材料が使ってあるように金がかかってかなわんだ。やっぱり駅前から元町、本通り、また各番町へと人の流れができて逃げるエリアになったらいいなと、まあ、期待しております。かつての懐かしい風景がまた一つ消えていきます。